にちは。私は2012年リトル梅大使の小林咲と申します。同じく和賀千秋と申します。同じく池田翔子と申します。同じく飯塚沙織と申します。同じく川畑直美と申します。同じく鈴木彩子と申します。同じく藤田美希と申します。同じく草野彩と申します。同じく川上真希と申します。同じく皆川美里と申します。それでは水戸の梅まつりについてご案内をさせていただきます。第116回水戸の梅まつりは2月18日から3月31日まで水戸の偕楽園と行動館公園を会場に開催いたします。水戸藩第9代藩主徳川斉彦公が開園した偕楽園にはこれからおよそ100品種3000本の梅が咲き誇ります。祭り期間中には野手茶会や野外琴の会、また私たちがモデルとなる写真撮影会なども行われます。そして今年は偕楽園が開園され170年を迎えることから記念行事も行われます。私たち水戸の梅大使が毎日偕楽園でお待ちいたしております。皆様お待ちしてます。